まおちゃん。はい、いちごかえで、みんな見て。はい、よし、さあ、食べましょう。今日はね、うんちについてでしょうか。少しお話ししていきたいと思います。この季節、乾燥しておりまして、水分をね、取らないといけません。ね、カサカサ肌にもなります。ワンちゃんもですね、実はカサカサ肌になったりします。そうするとね、こう結構フケみたいにね、ボロボロ出やすくなりますので、水分が必要になります。そしてその水分なんですが、たくさん取ることによって、うんちですね、お通じが良くなりますので、水分もしっかり取らせなければいけません。で、私の場合はこんな感じでね、ご飯にお水を結構混ぜて、染み込ませて食べさせておりますので、だいぶ水分取れています。で、ももちゃんたちもですね、こうやってこう、ここにお水ありますね。自分たちでね、頻繁に飲んでくれますので、非常に助かっております。そして、この水分を取ることによってですね、うんち、お通じ良くなる。で、うんちがね、あとは柔らかさでしょうかね。はい。ある程度水分をですね、しっかり取っていますと、うんちっていうのはですね、少し柔らかめで出てきます。で、その状態ってやっぱお通じが良くてですね、非常にね、出しやすい。ポロッとこう出しやすい状態になります。ただお腹が下ってたりすると軟便になりやすかったりするんですけれども、水分としっかり取ってあげることによって、ちょうどいい柔らかさのうんちが出るような状態に持っていくことができます。これは人間も同じことが言えます。ね、水分を取らないとですね、硬いうんこが出ます。ね、硬いうんこが出ます。これは人間も同じで、硬いうんこが出ます。この硬いうんこの状態っていうのはですね、非常にこう、体の中、まあ腸と、あと肛門によろしくございません。ワンちゃんもですね、痔になったりします。ね、それは硬いうんこのせいで、まあ切れ痔だとかね、そういったまあ、切れたところがばい菌入って、さらに痔を悪化してしまったりというような状況になりかねませんので、で、硬いうんこっていうのはなるべく、避けてあげたいと思います。まあ人間もそうです。お尻が痛いですね。痔の方ならよくわかるかなと思うんですけど、お尻痛いですね。で、お尻その原因っていうのはやっぱりうんちの硬さとかにもよりますので、しっかり、水分を取る。ね、水分取らせるためには今私が紹介したような形を取ってもらったりとかね、進んで、ちょっとまあお水を少しアレンジして、飲ませてあげたりとか、工夫をしてあげてください。ね、このね、水分補給をしっかり取ることによって、ね、うんちですね、非常にいい状態を出すことができます。まあ普段のね、やっぱりうんち、何気ない、いつも通りのことですけれども、しっかりちょっとね、意識してあげないと、やっぱりうんちっていうのはこう、ちょうどいい状態のものを出すことは難しいのでね、我々も人間もそうです。いつもの、まあ、いつも飲ましてて、ちょっとうんちが硬いなとか、わかるはずです。皆さんね、うんちで自分取ってるはずです。ね、自分でね、取ってるはずですから、それを触った時に硬いなとか柔らかいっていうのわかりますからね。で、少し硬さを感じるんであれば、しっかりお水を与えてあげる。まあ、いつも与えてあげる 1.2、1.3 倍ぐらいのお水の量を一旦やっていただくという形をとってください。日々ね、ここからかけて入れていただいて、で、まあ、一気に2倍とか3倍やっちゃうとね、おかしくなっちゃいますから、我々人間もそうです。おかしくなっちゃいますから、ね、そういう状態で、便の、まあ、柔らかさ等を確認してもらって、あ、いいなとか、ちょうどいいなって確認したら、その水適量っていうのが判断できますので、ね、水分補給ですね、こまめにとってあげてください。ね、あとは、ワンちゃん、ちょっと咀嚼がね、なかなか難しい部分になります。この便に関してもね、咀嚼って結構大事ですので、まあ、ちょっと硬い食べ物をあげるという、あげすぎっていうのもちょっとね、考え物でございます。少し、まあ、お腹にね、ちょっと消化のいいものを考えてあげるっていうのも一つの手でございますので、いいですかね。はい。よろしくお願いしたいと思います。今回は、まあ、うんちのちょっとした豆知識ですね。
これは人間も該当しますね。水分補給の部分でございましょうかね。あと咀嚼とね、しっかり水分を補給することによってうんちにも吸収されて出しやすい便になりますから、ブチョッとね、はい。ということで以上でございます。では次回もぜひご覧になってください。バイ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 。